今回紹介するのは、私の鳥の物語、人が車と生きる街で、という本です。ピニー・ファリーナにアニエタリ、ジア・コーザ、マルキオンネ、モデラー、塗装屋、そしてフィアット・チンク・エチェント、トリノに行き、トリノで働き、トリノを走る車や自動車人たちが生き生きと描かれた。 14の色鮮やかな物語松本葉の筆がいざなう自動車を軸に回る町へようこそ買った読んだワクワクしたまた読み返したネット上での告知を見て購入しました心地よい店舗で書かれ面白おかしく書かれていますが実はすごい方々との出会いや交流が描かれており 軽く読み流すも深く考察しながら読み込むも可能な一冊ですこの本を読み終えた時イタリアと日本での自動車を取り巻く環境の差を改めて痛感しました日本では工業製品の一つ彼の地では産業であり文化の一部であるとそして 自分でもそんな感覚を少しでも実感したくイタリア行きのエアチケットを予約しました著者が本の中からワイワイと話しかけてくるような一冊続編が待ち遠しいです青春です筆者は軽減なナビ読者を見限りイタリアに移住してしまった過去を持つ悪人ですでもこうして健在だよと本を出してくれることできっと天使なような方なんだろう と感謝もしています数十年前が蘇ったようで私服と言いたいです。ありがとう。以上。興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は、最後までお付き合いありがとうございました。よかったら、チャンネル登録をお願いいたします。